ボリュームを1位にしてください。どれぐらいの1位に、先に挨拶ダメだね。俺って何倍でもかな、300倍ぐらい、1位になれる。くだらない挨拶いきますね、みんなにしてる。1位にするか。本気出すか。でもイベントはダメなんですよね。イベントのポイントはなしってことで、イベントっていうやつはなしだし、登竜門1位できるけど、1位になれるようなポイントを書きができる。そういうことやね。いくなんか言ってみろ。風邪ひいてるもん。もうでもこの子以外におらへんな。イベント1位には僕はできないんですよ。イベントポイントは投げれないんで、それをしちゃうとパワーバランス大きく崩しちゃうんでね。だからもうささやかなプレゼントということで。おー嬉しい、これめちゃめちゃ嬉しいですよ。じゃあまずは合格ルージンから。あおちゃんはまいはい、いきます。めちゃめちゃ嬉しいよ。好きな人からねもらえるなんてめちゃめちゃ嬉しいでしょ。どんな感じになるやろこれ。あ、合格外れる。本当にこれ夢じゃないのかな。本当に夢じゃないのかな。じゃあ、ちゃんと僕でも嘘でしょ。本物じゃん。気づいたよ、もう本物って。やばい、やばい、やばい。ズレマシルビやばい、本当に。なんでそんな。やばい。ジューシーでマッシュルーム。でもこれ一番見た注目度上がってますよね。ヒカルさんちょっと演説させてもらいます。ヒカルさん本当にありがとう。でもあなたのこの時間もお金も絶対無駄にしますよ。私は嬉しいです。なんでマッシュルームアーティストになりたいと思ってます。でも、アーティスト目指したの。何もかもやっぱりやってって思うのが全て人間関係だと思うし、人間力だと思います。私は人間力を一七でつけたい。これを機にね、のし上がってもらおうかな。俺が過去投げ銭してた中で一番いい子かもしれない。毎日レオンに投げ銭せんでも何が恐ろしいかって言ったら、こんだけだけでコンビビットやん。これが280万ポイントもっとやっていいかな。エグいのがそこない。でもめっちゃ喜んでるよ。こっからまた怒涛のあれがあるわけ。泣かせたいね。うん、確かにな。ヒーロー参上、かっこいいな。これしよう。お、すげえすげえすげえ、すげえ、やばい。嘘でしょ。あ、泣きそうだよ。そんな感じです。うまく伝えられてるかわかんないけど、ヒカルさん絶対無駄にしない。今の時間も このお金も絶対絶対無駄にしない。私はいつかあなたがすごいねって思う人になりたい。でも素晴らしい、すごい向上心になってる。確かに。じゃあ本部行くか。次たまたま17と出会うきっかけがあって、やるって決めたからにはやり抜きたいんです。チャンスをくれて本当にありがとう。よかったね、見つけられるのがやばい。ちょっと未来のイベントも読んでいきます。ヒカルさん本当に何の、本当にこれでも偽物になったらすごい。今日ジムもっと頑張っとけばよかった。宇宙、宇宙が一番多分すごいよ。一番もらってテンションが上がるプレゼント発言することによって、なんか最新全部撮ってくれる。おー、かっこいい。マリオちゃんいる。ちょっと誰かロベ出してお話しして。止まらない。本当にいるの。止まらない。やばい。すごいこれかわいい。でもありがとうございます。皆さんおつおつだだだだだだだ、一旦ちょっとポカリ飲ませてください。ごめんなさい。ポカリ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 叫んでるよ。マジポカリ。いやでもこれも壁ドンちょっと友達の何倍になったこのおかげっちゃおかげやから。ナナミンが選ばへんからこの子見に行ってない。そもそも俺はすごいええやんこれ。友達が運んだ。知ってなかったわけ俺のファンってこと。知らなかった。知らなかった。初めましての方もいるんじゃないでしょうか。この奇跡を運んできてくれたいつものメンバーありがとう。多分ナナミンさんのおかげですよね。皆さん本当にありがとうです。気づいたよ、ナナミンさんのおかげですよね。気づいたよ。1位狙ってます。そのチャンスを作ってくれた皆さんありがとうございます。俺の流れに乗って上がるかもしれない。イベントポイントすら飛び回るような絵描きになりたいと思ってます。アートで世界を変えたい。絵画飛び回る絵描きになりたい。本当は浦上隆さん初めましてです。俺は最近名前出します。頑張ってほしいですね。でもやっぱ夢があることいいですね。応援してくれますね。天神とかいいですか。やっぱり浮かびましたすっごい。だからじゃあいいですか。宇宙を上げるいきます。宇宙一番やばいから。やばい。一番多分高いの宇宙や。じゃあ宇宙いきますね。はい、いけ。あ、いけいけ宇宙。そのままラッキー、頑張りがとう。ゆたさんラッキーブック、ありがとう。ラッキーラッキーラッキー、ラッキー。お集まりの皆さんこんにちは。お母さんこんにちは。確かに確かに。それはもう上がらないわけだ。こう逆に。でもこのくらいさ好きっていうふうに思われたら嬉しいですよ。いやいや、ありがたいな。こんなにうまくいかないんだろうと思う。嬉しい。その時にレペゼンだったりヒカルさんだったりとかの YouTube 見て、なんでこの人こんなに YouTube 見て頑張ってるんだ。なんでこんなに強いなって。なるほどね。でも嬉しいですね。ヒカルさんの動画でこれに救われるのが確かにね。すごいな。じゃあ履歴全コンボいく。皆さんこんにちは、世界平和です。もう知ってる。
る。今私のこと知らないとマジで時代遅れですよ。でもリスナーで輝くのは多いな。どうも次回は青ちゃんです。よろしくお願いします。こんにちは。と壁ドン熱い。もうちょっとみんな壁ドン熱い。すごい、ね、家族だってもうそんな妄想しちゃう。めっちゃくれるやん。人がいっぱい増えたんですよ。そうですそうです。振り込み方向が変わった。確かに注目。こんにちは、世界平和です。そういうことは知らないと。1位1位なんて方やりましたね。すごくなったのかな、うん、じゃあもう前人未到の宇宙コンボ、はい、選ぶしみやかしたね。宇宙コンボ、宇宙コンボでいこうかな。ちょうどぴったりじゃん。めっちゃ前もしてきた。やみやみさん、ナイス震える。今日見に来てくれてマジで本当に良かった。宇宙11年コンボ、嬉しいです。エッチありがとうございます。どうしよう、素晴らしい。宇宙めっちゃ上がってます。友達になりましょう。もうゆっくり話しましょう。今てんやわんやしてちょっとなんかさ、読めなかったらごめんなさい。応援してくれますね。どうすれ、めっちゃさ本物に見せかけた偽物だったらそれもそれで熱いよね。本物だとしても熱いし、仮に偽物だとしても熱いから。偽物ってすごいね。いやでもすごい喜んでますね。もう300万円だったんだ。光るもんばいいやー、いやもうめちゃめちゃ、あと2万円でもいい。じゃあ、何百万のあのヒカルさんがいらっしゃる。時給何百万なんすか。まあ、ね、これで、夢を叶えてください。終わりにしましょう。かっこいい、かっこいい。これじゃあ最後、チャンスだね。バイエンジェルね。夢あるね。スタジオネームですよ。はい。いや、かっこいい。すごいな。なんかちょっと感動したわ、この一番ライブ。